佐藤良太は長野県長野市出身の元プロ野球選手。現在は中日ドラゴンズの打撃投手を務めている。チーム内に同性の佐藤光がいたので、スコアボードや新聞の表記は佐藤良とされていた。小学校4年で大津島少年野球クラブで始め、港北中学校で投手。長野日大校では3年夏、ベスト8。国学院大学へ進学。 東都大学野球2部リーグで2年秋にはチームが優勝し、入れ替え戦では先輩の梅津智弘、伊藤義弘の後に登板した。以降も2部で4年春に5勝。1年下の島本弘とバッテリーを組んだ。その後、2005年の大学生、社会人ドラフトで中日ドラゴンズから7巡目指名を受けて入団。即戦力左腕として期待された。 ルーキーイヤーの2006年はチームのリーグ最終戦に登板したのみであった。2007年は4月にプロ初先発を果たすが敗戦投手となりその1試合のみの登板に終わった。2008年は最多の4試合に出場し2試合に先発。しかしプロ初勝利をすることはなく終わった。オフにはドミニカウィンターリーグに派遣され、エストレージャスデルオリエンテに前田昭弘と所属。 4試合に登板した。2009年は、春季キャンプは1軍スタートであったが、開幕は2軍で迎える。同年11月2日に、戦力外通告を受け、中日の打撃投手へと転身することが決まった。2015年から、打撃投手権記録ビデオ担当。時速 130km 台後半から、時速 140km 台前半の直球と、 スライダーカーブスクリューなどの多彩な変化球を投げ分ける、南東派。ありがとうございます。